ではですね、はい、ありがとうございます。メルマガ読者さんからメールの方いただきましたので、ちょっと読み上げたいと思います。初めてメールしますと。はじめまして、やすこと申します。ありがとうございます。Facebook には友達申請させていただいて、いますかと。なるほど、やすこさん。誰だろう。すいません。誰だろう。もしよかったら Facebook であのメール送ったやすこですっていうのをいただけると嬉しいです。はい。皆さんのように有益な情報を出せないのでメルマガいつも楽しみにしています。動画も見ています。ありがとうございます。はい。お金がないので何も買わないようにしていますが、何もできないというわけにはというわけではないのですねと。家の中にあるものを売る。まずは子供の着なくなった服でも、子供には思い出の品かな。ヤフオク、メルカリやったことがないので、Google 先生に聞いてみます。ありがとうございましたということで、メルマガ、HT マガジンのメルマガを読んでいただいている方からいただきました。やすこさん、ありがとうございます。はい、これは多分、この前僕がメルマガで、その不要品を、売りましょうみたいな、メルマガ書いたんですけど、本当に、もしヤフオクとかメルカリとかわかんないんであるならば、ハードオフっていうところがあるんですよ。まあ、ただ、やすこさんが住んでる地域にハードオフがなるあるかどうかわかんないんですけど、僕自身も正直ヤフオクとかメルカリに出すのはめんどくさいんですよね。まあ、仕事やもう結構忙しいのでめんどくさいので、結構その机、いらない粗大ゴミ、まあ、机とか、まあ、家具をハードオフっていうところは結構いろんなものを買い取ってくれてて、いらないバッグだったり、僕がハードオフで売ったのがいらない机、あと、いらないソファー、あと、いらない、なんだ、まあ、服ですよね。うん。これを持ってきました。で、なんかね、いらない机は結構ね、1000円か2000円だったかな、ちょっとかなり昔なんで覚えてないんですけど、それぐらい売れました。うん。だから、そういう店舗さんに持ってってもお金は作ることできるんですよ。でも、粗大ゴミで捨てちゃうと、逆にお金払わないといけないですよね。うん。なんで、本当にヤフオクとかメルカリ分かんないんであるならば、そういった店舗に持っていくっていう方法も一つあって、で、ハードオフは今確か、自宅まで来てもらえるようなサービスもあったような気がするんですよね。まあ、本のいらないやつはブックオフなんですけど、ブックオフとハードオフ結構これ系列店なのかな？系列店だと思います。ハードオフとブックオフ。で、ここは、確かね、この前、ホームページ見たら、確か、自宅まで取りに来てくれるサービスをやってたような気がします。ありました、ありました。ちょっと見せますね。まあ、ちょっとその地域によってやってるかどうかはちょっとわかんないんですけど。まあ、こちらですね。はい。この無料宅配買取ということで。あ、宅配買取か。あ、出張買取もありますね。はい。ご自宅で眠ってるのを全部買い取りしますということで、お酒も買い取ります。すげえ。お酒も売れるみたいですよ。お酒、多分お中元とかでもらっても飲まないお酒とかあったりとか、多分そういうものでしょうね。はい。まあ店頭とか宅配とか出張っていうのもやってるみたいなんで、まあ本当にネットがよくわかんないっていう場合は、ここでも、まあちょっとね、買取金額は結構安く買取になっちゃいますけど、お金は作れるので。で、この前、僕の、500回のライブ記念セミナーに参加していただいた方がですね、自分の不要品をヤフオクとかで売って2、30万稼いだって言ってました。だからもう本当にいらないものを全部洗い出して、で、全部売ったっていう。そしたら20万から30万になりましたということを言ってましたね。なんで、ぜひですね、まあ、ヤフオクとかメルカリやったことないっていうことなんですけど、これ、まあ、調べれば、Google 先生に聞けば、いけますので、はい。ほとんど出てきます、やり方。ヤフオク、まあ、
ヤフオクであるならば書店行ってもヤフオクのやり方っていうのは本で出てるので立ち読みしても OK だと思うんですけど、まあまあ Google 先生に聞いた方がいいと思います。はい、まあいつもメルマガ見ていただいてありがとうございます。これからも、まあ、できるだけ頑張って書いていこうと思いますので、はい、これからも購読いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。やすこさん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。